曲のテーマは落語、演目は皿屋敷よりおきくいの皿。ぜひかぐやの世界観をお楽しみいただけたらと思います。そして私たちかぐやは今年の6月のヤートセ秋田祭りで開催いたします。最後の県外演舞、心から楽しんでまいりたいと思います。皆さんもぜひお楽しみください。かぐや番長皿屋敷、心を一つに演舞いたします。かぐや礼。せーの、かぐや。いつもの2倍数えたの。明日はお休み。